こんにちは。清高さん、はい、前半戦が終わって、はい、まあ各打者の今シーズンのなんとなくの調子、良さ悪さっていうのが出てきたのかなっていうのが分かってきましたね、時期的にも。まあ今シーズンだけではなくて、はい、下手すると、なんかずっとこれが続ってしまうんじゃないかっていう危険も伴ってる選手が、はい、まあいるよな。ちょっとドキッとしますね、それは。いや本当に、はい、このまま終わってしまう。まあ終わってしまうっていう言い方変だけど、なんか成績が、名前はあるけど成績が全然伴ってこないっていう、はい、まあそういうことがあるかなっていう選手もいる。そうですよね、まあ、例えばちょっと名前を挙げるとなかなかまだ今シーズン調子上がってこないのが、まあ、巨人でいうと坂本選手であったり、まあ、ヤクルトでいうと山田哲人選手、それから村上選手で、中日は岡林選手で、広島、坂倉選手で、阪神は、まあ、波があるんですけれども佐藤輝明選手、もちろんこの他にも、ね、いると思うんですけども、ちょっと有名どころでちょっとピックアップしたんですけれども、超有名だよね。いやだそうなんです。本当に皆さん数字を持ってる超有名どころの選手なので、今シーズンあれあれって、まあ物足りないっていうことだよね。そうなんです、結局ね。はい。例えば豊さん、どうですか、今挙げた中でいうと。坂本は一つそのコンバートがあって、でポジションがショートからサードになったことの気の緩みではないけど、やっぱショートってものすごく緊張感あったと思うんだけど、はい、やっぱサードは楽になったよね。楽になった緊張感のなさというか。はい。まあもちろん緊張はしてるんだよ。だけどショートと比べるとっていうか、あとやっぱ36ってちょうど体がね変わる頃で、はい、であれだけショートを守ってきて体も相当傷んでると思うんだよ。だからそこだと思うんだよね。だからそれを衰えっていうのか、はい、まあ坂本はこっから自分をもう一回追い込むと40までできると思うけどね。ここじゃ本当に分岐点なんですね。だから技術が落ちたとかそういうことではないんだよ、やっぱり自分が意図している体の動きができないんだよ多分、だからこれをもう一回鍛えることによってできだしたら技術は確かなものがあるから3000本狙えるようになる。お、そうなんですね。でやっぱりこの坂本選手と WBC でも国際大会でも二遊間組んでたのが山田哲人選手。山田哲人ね、山田哲人はやっぱトリプルスリーを3回やって、で周りも認めて、で追い込まなかったよね、練習を若い時に。多分そのツケっていうのは必ず来ることであって、はい、ただトリプルスリーで体における負担っていうのは相当あると思うんだよ、やっぱ30本打たなきゃいけない、30個走らなきゃいけない、3割残さなきゃいけないってなるとダメージはすごかったと思うんだよね、はい、この代償が俺は来てると思う。そうか。だからテストも練習やりたくても、おそらく体がね、オフは動かなかったと思うよ。それが毎年のことのように。いやまあそうだね。それとやっぱその記録を残すことによっての周りの緩み、はい、でそこへってケアするぞって、でもそれだけ数字に追われるとさ、やっぱり一旦自分を解放したくなるんだよね。そうですよね。だからこれはね、そうだな、難しいけどな、そこで自分で、いやこれが俺の成績だと思うと自分を戒めてもっと頑張ろうってしたのかもわからないけど、気持ちはわかるわ山田の。まあ俺がそれだけの成績は残してないけど、いやだけどやっぱ一旦解放したいっていうのは。でもそれ一旦解放してしまうとまたよしじゃあやるぞってこう締める時が、だから時間がかかるんだよ。ですよね。難しいですよね。だからもう年明けによしやるぞみたいな。だからオフ何やってたんだっていうことになるんだけど、いやだけど気持ちは分かるな。それがその守備だけじゃなくてやっぱりバッティングにも、やっぱ下半身に衰えが来たという、まず最初やっぱ不具合を起こしたでしょ下半身に、まあそうなってくるとやっぱ体のキレは戻ってこないし持続性がなくなるし、っていうことで技術的なものは全然衰えても何にも変わるものはないんだけど、それを引き出せる体がないんだよ。だからもうホームランだったりとか常に率とかいいとこで打つ率残すっていうのがもうちょっと厳しい。これはだからもう一回もう本当にオーバーホールして鍛え直したらもう一回山田哲人っていうのを見れるかもわからないけど、こっからだともうだましだましになる可能性が強いよね。同じヤクルトの村上選手、やっぱりどうしても一番良かったその一昨年、まあ三冠王ね、いやそれはもう大変なことだよ、まあ、だけど三冠王を取った翌年には3冠王以上の衝撃を受けてる大谷と出会ったということね、WBC ですね、それでやっぱトレーニング方法を一応こう取り入れて、やったけど自分には合わないということから、ちょっと堂々巡りが始まったという。で今シーズンもなんですよね、打率ちょっと低いというか、まあそうだな、まあ、三振が増えたな、ですよね、だから、まあ、ここら辺はもう一回技術の構築をしなきゃ無理だな、一旦こう解き放とうとしたから、自分が持ってる技術を、まあ、大谷のようになるために、だから自分を見失ったということはあるよね、今はもうセンスでしか打ってない。そうなの、その代償というか、まあ、あまりにもちょっと大きかったですよね、それ考えると。まあそうだな、村上にとっては大きかったかもな。あと中日の岡林選手なんですけれども、もう選手になっちゃった、もう去年は選手だったと思うんですよ、ただ今年が打率がちょっと1割台、まあ怪我から始まったんですけど、岡林はね、上からこう覗くようなバッティングをする、こういう感じじゃないんですね、人の文字をこう反対に作らなきゃいけないんだけど、上から覗き込むような、で左肩が出るようなバッティングをするから、だからもう少しこう残して、バットを後追いするぐらいの感じで、打たないと打てない。去年はなぜ打ててたんですか？だから去年はそれが多少なりとも真ん中に残ってたけども、今はもう上からいってるから、ちょっと打てないだろうなっていうふうには思う、ね、周りも何か気づいてたら、だからね、結局ね、自分で答えがないまま、こうやったら打てるとか、こうやったら凡打するとか、この答えがないまま俺は打席に入ってるような感じがしてならないんだよ。でね、いい人って立ち直っていく人って、あ、こういう打ち方はダメだとか、もう一球一球に敏感なんだよ、だからそれが多分ないんだと思う今。まあ去年やっぱね、いきなりああいう成績を残してで来ちゃってるので、何かまあ引き出しというか、まあ引き出しもやっぱ少ないだろうね、だからそういう意味ではもう一回自分のバッティングというものをしっかり見つめ直さないと、多分ね、その成績だけで見られてるんだよ、人から、だからおかしい、岡林はなんで打てないんだろうって、なるんだろうけども、まあ失礼な言い方すると、2軍で何も分かってない選手と一緒だよ、今。ただ、その残した実績という、それだけが頼りだよ、彼は。それは苦しいです。いや、苦しいよ、だからこの初球、なんで打ったんだって言ったら、根拠がないわけね。いや、甘く見えました、それだけの根拠、多分打てると思いました、いや、そうじゃない、この球をどこにどうやって打とうとしたんだっていうことまで言えないと思う。これは本当にね、一時期、ファームに打ってましたけれども、もう一回、ファームでいろんなことが、あの時は怪我があって落ちてたから、そう技術がどうのこうのうんぬんっていうことの2軍調整ではなかったからね。だから、まあ、そこら辺しっかりバッティングの理論だとか、そういうものを話した方がいいかなっていうような気はするんだよね。で分かってないなと思えば、やっぱり一からやっぱ説明してあげる必要性がある、ただ、あれだけ数字を残せるわけだから、素質はあるんだよ、だからもったいないよ、このままだと。ですよね、立浪監督はね、今、やっぱり率なくても岡林選手とずっとやっぱりこう成長という意味でも使い続けてると思うんですけど、これは一回、いや、このままで成長が見込めないよね、このまま使い続けても、だって良さが何にもないもん、ですよね、今年ね、だからそうなってくると、一回外してやってもいいし、まあ、下位に置いて、まあ、バッティングをこう構築させるために使い続けてもいいし。だからそれはいいんだけど、でも1番っていうのはやっぱ彼にとっても辛いと思うよ、1、2番っていうのは。そうなのか、そこでどうしても出ない、ただゲームに出てるだけだもん。そうですね、確かに。だから少しやっぱバッティングっていうのを変えていった方がいいなとは思うけどね、あとはね、坂倉選手とか佐藤輝選手とか、やっぱり波があるのかなっていう気もね、しますしね。まあそうだね、みんなパターン的には同じやられ方をしだしてるよな。まあ佐藤輝だったらインサイド見せられて、外の低めを振らされる、だからこのパターン化をやっぱ自分で打開するには我慢という、で坂倉も同じように我慢だよね、でまあやっぱり我慢が必要かなっていうふうには思うけどね、でも本当こういった選手たちと本当に対照的なのがやっぱ DeNA のバッター陣、総じて波があんまないんですよね。例えばその牧選手とか佐野選手、宮崎選手にしてもあまりスランプも長くないし、コンスタントにずっと率残してるんですよ。これは DeNA の野手陣っていうのは何なんですかね。これはね、今その最年長と言われる宮崎、はい、バット振るもん、めちゃくちゃ練習するんですか。練習する。それは前も後もなんですか。前も後も自分が納得しなかった。俺がこう取材で横浜スタジアム行く、必ずあいつグラウンドにいるから、もういるんですか。お前何やってんだって、いやバッティングですみたいな、お前本当好きやなって、いややんないと不安ですって。それはどういう、毎回意識してやってることって違うんですか、バッティングでも。今日はここ、やっぱこうなりたい、こうやりたい、まあそういう欲があるんだろうね。だからよく言うじゃん、あいつが3つのスイングができるって、試合で。上から叩くこと、レベル、縦振り、はい、これ3つができるのはおそらく宮崎だけだと思う。それぞれの練習をしてる。いやだからそれぞれの練習をしてる。しかも誰よりも早く来るわけですよね、うん、それを見てる、はい、やっぱ若手の選手とかは、宮崎があのぐらいやってやっと打てるんだから、うん、俺らはもっとやらなきゃいけないっていうんで、まあ、やるよ。とにかくね、バッティングが好きな人間は多い。あ、そうなん、まあそうですよね、見ててもね、もう本当好き。よく振ってよく打ちますもんね。よく打つ、うん、そうなんですよ、うん、すごいなっていう。いややっぱりね、極めていく人って、うん、やっぱり練習量があるな、それと練習するスタミナがある。このスタミナはみんな DeNA の選手ってどこですか。いやだから徐々にやりながらスタミナがついていくんだよ、練習するスタミナが。それはキャンプとかでもなく、キャンプもそうだし、キャンプでもよく振ってるし、とにかく守備練習は嫌がるけど、バッティング練習は本当みんな好きだわ。もうこれ伝統的に。あ、伝統なんだ。だからマシンガン打線っていう風なのがずっと出てるんですかね。おいしいですよね。鈴木貴則、まあ集大成取ったけど、あれも好きだった、バッティングは。あ、そうなの。もう打ってていいよって言ったら朝から晩まで打ってるから。そうなんだ。筒香も好きやろ。あ、そうなんですか。もう筒香、アメリカ行く前なんか、まあ一緒にやってたけどね、お父さん投げてくださいよ、また投げんの、こっちがね、いや勝負しましょうよって、煽ってくるんだよ、よーしみたいな。もうとにかくこっちの体力なんか関係なく打ってるから、もういいだろうって言ったら、あ、結構投げましたねみたいな、まあそんな感じだから。バッティング自体が好きなんですね。好きだし、やっぱそのやるスタミナがあるな。あとその好不調の波が非常に短いとか少ないのは、これはやっぱりみんな特徴的には広角に打てる。あ、だからそうなんだ。だから宮崎だったら逃げれるもん、右に。牧だって広角に打てれるし、佐野だってそうでしょ。はい。だから引っ張りだけの専門のやつはいないでしょ。はい。いやだからそうなの。それもやっぱり広角に打てるような練習をしてるっていうことですよね。そうそう。だからまあ例えば関根がこうやってやってるけど、まあなんでこういうフォームになったのって言ったら宮崎さんに言われたと。はい、こう肘を入れる、この動作がバットを出すポイントが遅れるから。はい。これはお前やんない方がいいよとか、やっぱ先輩がいいアドバイスもしてるんだよ。いい野手が後輩を育てていくんですね。それだったらどうなったのって言ったら、いやバットが早く出るようになりました、それから打てるようになりました。いわゆる自分のことだけじゃなくて後輩のこともだから聞きに行くんだよ。で宮崎も好き、バッティング好きだから、はい、やっぱり見てんだよ後輩の。ああ、でいいものこうした方がいいんじゃないのとか、あといいものがあったら自分も取り入れようかなとか、まあ自分で考えない人はいないけども、うん、考えてこう練習の中で本当に反復練習をして、うん、だからとっさに出ることって多いよね。宮崎なんか高めにパーンと上から叩く、あれもとっさだから。そうですよね。もうだから練習でやってきてることが本番で体がスッと反応して出ていったりってことですよね。パットさばきとか宮崎選手素晴らしいですもんね。なんか唯一無二、あのバッティングできるの宮崎選手だけなのかな。それとまた絶対前に出ないしね、こんなバッティング見たことがない。それも練習からなんですか。突っ込まない練習で、まあもともと出ていかないけどな、あいつは。そもそもがなんですか。あ、そうなんだ。しかもやっぱ練習をしてるってことが大きいんですね、振ってるっていう。今じゃね、練習はほどほどに、ね、試合で全力でって言うけども、全力をやるためにいい準備をしてるという。バッティングではね、はい、まあそれはDeNA は言えるんじゃないかなという感じです。もういいお手本というか見本の人たちがたくさんいるってことですよね。そうです。だからどんどん育って循環していくっていうのはありますね。だからまあ伝統的に左バッターがいいバッター多いんだけど、はいはい、これも伝統だよ。伝統なんですね。豊さん左ですよね。いやいや、だけどやっぱね、いい先輩を見て、まあ俺もそうだけど、はい、こう育ってきてるというこれは大事ですね。だから打つことはすごいいい先輩だ、走ることはまあ走ること豊さんねいたのに走ることはなかなかあれだけど、はい、守備も DeNA ってうまかったね昔。昔米田さんっていう人がいてさ、山下大輔さんが米田さんの守備を見て自分は上手くなったっていうぐらいの上手い人がいたんだよ。だからボイヤーという人が来て、アメリカから、それがまあやっぱり守備の意識をもたらして、でみんなが上手くなった。それの伝統はあった。どっかで途切れちゃったの。後悔したな。ここがちょっと寂しいな。そうですよね。確かに繋がってればね。でもバッティングは繋がってるな。いやだからやっぱりそのバッティングとかいい野手が多いチームっていうのは伝統的にいい先輩の見本がいてずっと代々受け継がれていくってことなんでしょうね。例えばね、今ちょっと弱くなっちゃってるチームっていうのはなかなかいい先輩見本が少なくなっちゃってきてるのかなっていう。まあ可能性はあるよな。うん、それは大きいのかなって思いました。でもどこにもいい先輩がいるけどもさ、それを見せてあげる。うん、それは大切なことだよね。だから宮崎は常に打ってるからさ。いやおなしも目に入ってくるぐらいですよ。そうだそうだ。それもね、丁寧な練習やってるよ。数やらいつもなら一球一球こう考えながら本当にしっかりパッて綺麗に打ってる。それはマシンに対してですか、それとも人に対して？いや人に対してもマシンに対して。あ、どっちもなんですね。じゃあ練習を見ながら今多分おそらくこの練習をしてるんだろうなっていうのが分かるようなバッティング練習してるんですね。やっぱり打てる選手っていうのは打てるんですね、そうやって。やっぱね、正直に出てくるよ。じゃないと不公平じゃないか。そうですね。何にもやらないやつがパコパコ打ってさ、一生懸命同じような素質の人間がやってるのに、全く打てないなんてありえないでしょ。そうですよ、普通に考えたら。私はやっぱり嘘をつかないっていうのはって言うけどね。そうですよね。まあね、前半振り返ってみてちょっとまだね、率が本来の率ではない選手たち、そうだな、頑張んないとな、うん、そうですよね。ここから上げていくためにも何かね、例えば練習量なのか、例えばそういったちょっとみんなよりも早めに来て何かを人より多く学ぶとか、まあやればいいっていうもんじゃないけど、うん、まずはやっぱこう整理をしてどうやったら良くなるっていうプランみたいなのを出さなきゃダメだ。今日挙げた選手の中でこれから後半戦上がっていきそうな選手っていますか？いや、村上上げてほしいよな。そこはね、上がらないと。プロ野球の顔だからな。そうなんですよ。セ・リーグの顔だし、だから上げてほしいと思うし、もう坂倉は大好きな選手だし、そうですよね。だから上げなきゃいけないし、里照も好きだからな。なんか里照の豪快なホームラン、まあ見てないぞみたいな。気持ちいい。オープン戦の時は見たけど、オープン戦じゃしょうがないだろうみたいな。そうですね。そうですよね。いやだから気持ちのいいホームランも見たいしな、鉄人はやっぱ体を万全にしてほしいな。そうですね。だからちょっと練習をしてほしいな。そうですよね。ちょっとね、山田哲人選手はね、厳しいところも難しいところもあるとは思うんですけれども、あとやっぱ坂本選手、坂本な、まあ成績云々というよりも、今年は体をしっかり作る。ね、体をこう少し痛めつける、はい、追い込むぐらいの感じで、まあ、1年過ごしたらどうやろうなと思う。そしたら40ぐらいまでできるかなと思う。結構いけますね。いや、ここはね、もう本当にターニングポイントというか、はい、やっぱ30超えてからの1回と、36ぐらいの時の1回、これをどう過ごすかによって、まあ、やっぱ長さが決まってくる、選手寿命という意味ではね。はい、だから頑張ってほしいなと思います。そうですね。はい、今挙げた選手たちというのは本当に後半戦、そのチームが上昇していく鍵を握っていく選手たちばかりなんですよね。なので後半戦からの巻き返し、はい、調子上げていくのを期待したいです。はい。